さあ、クロバトか。だったら、初手レジ、後ろ馬車、最後海洋が。ということで、どうも、すすでございます。今回、第4回目かな？各、世代の、禁止伝説、純伝説級ポケモンを使って、やっていくランクマッチですが、今回ね、レジシリーズになるんですが、まあ一応ね、レジシリーズ、まあ違うわ、レジシリーズより金伝の方だな。納豆さん対戦よろしくお願いします。金伝はね、今回海洋画を使っていきます。海洋画だけは絶対に安定すると思うんだよね。本当に海洋画というポケモンは今回レジエレキ、さあレジレジ対面、ここは相手が何してきてもいいから結局ド忘れかな。サンダープリズン、固定ダメージか、それはめんどくさい。あー硬怖っ。ド忘れ、一旦ド忘れで特防が2段階上がります。で食べ残しか、食べ残しっていうワードを忘れちゃうんで、ここステルスロック巻いていきましょう。サンダープリズンで特殊でよかったんだよね、さすがに。あんまりレジ系を今のところね、まだレジスチルの方しか育成してないんですけど、今回鉄壁ド忘れ、ガンプステロ型の、まあ初手で詰ませに行くタイプ、で後ろ加速バトン馬車と海洋が置いて、まあ安定して勝てるようにって感じかな。緊張感がね、今更だけど緊張感が地味にきついんだなっていうことを知った。でこれ多分ね、あれサンダープリズンのダメージは、あ、へえ、あれっていなくなったらもうなんだ。ここ多分もう一発ド忘れ詰めると思うんだけどな。うわー、挑発、偉すぎー。挑発持ってるんだ。ド忘れが出せない。まあまあまあ HP 回復させてもらえる分には問題ないし、このねレジスチル確か HD にぶっ破してたと思うんだよね。そうだね、 HD ぶっぱなので、まあ問題ないでしょう。ガンプーでサイコショック、えらい技持ってんな。いや、えサイコショックだよ今一つといえどさ。まあまあいいでしょう、素早さ下げて、でここ素早さ下げたんでタスキ馬車に下げますか。挑発の、あ、挑発のターンがあと何ターンだったんだろう。あ、これはね相当耐えますよ。硬すぎ大級お化けじゃん。さあこれで HP もほどほどに回復していきながら、ここで挑発打ってくんのかな。いやでも挑発ターンに馬車投げるのはディスアドなので、ここはどうしよっかな。いやもう素直にガンプ打っとくか。挑発、はいはいはい。まあさすがにね、2度目の挑発に引っかかるほど俺持ちぶれちゃいねえよ。ガンプで素早さが今3段階ダウン。相手がね、そろそろ交代してきてもいいぐらいだと思うんだよな。挑発入れて、後ろバックして、みたいな。後ろまバックするとしてもか。こ
ここ馬車投げたいけど、まあ、もう一応ガンプ打ちますか。やることもないし、バドレックス引っ込める。もうこれこのターンがね、むしろアドまであるんだよね。着砲、ああ違った。さあこれで相手はもう絡めては使ってこないと思うんだけど、挑発があと一ターン。まあここガンプ打って一発二発は不意打ち弾か。あ、そうか、愚足武者の S 的にもう抜けないと踏んだのかな。危機回避、プロバドを投げてくる。これうまいね、いい具合に挑発が解けるタイミングで逃げられた。まあここ挑発だよね、分かってる分かってる、君のやりたいことはね。だからここ一旦ガンプーで、S を下げといて、 HP101 でしょ、十分残ったでしょう。バシャーモにバックしていきましょう。ここはね、多分アセロララビットあなんかで殴ってくるターンだと思うんだよね。で相手の S を下げてるんでサイコショックか。まあまあまあ、これタスキまで削れる、削れるね。まあまあまあ、それはいいとして、タスキで、で、ここ守る打ちます。ドアがいても相手の方が早いわけはないので、ここ守る。あれ？もしかして待って、この子もうか？いや、そんなわけない、そんなわけない。え、そんなわけないよな？あ、そうだよ。くしゃ、焦ったー。で、相手はさ、まだ S 下がってるよね。そうだよね。じゃあここは渦で相手をキャッチできない。まあ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 、レジエルキー、まあこれでエレキをキャッチしました。これがね強いのよ。バシャーもこれで2加速でしょ。壁張ってくんのかな。壁張ってくるんだったら後ろに交代してもいいんだけど、とりあえず守っとくか。さっきな、初手サンダープリズン打ってきたからな。あー、壁か。両壁張ってくるかな。相手が張ったのがリフレクター。ここ何が正解だろう。いや、無傷で後ろ渡すのが正解かな。ここバトン、うん、相手はね今交代できない状態なので、ここ大が投げて、みんな全体的にほどほどに HP は減ってるんだよね。なんで壁あったとて潮吹きで問題ないけど、エレキネットか。痛い。しかも。まあまあ、一段階 S 下がったところで、うちの海洋ガちゃん、スカーフなんでね、抜ける子はいないでしょう。波乗りでここ後押していけるかどうかだな。こういう流れになるんだったらね、実際メガネとかの方がいいんだけど、いや、黒バドもそこそこ HP は減ってる。で、グソクムシャ、あ、これあれだ。なんだっけ。出会い頭だ。出会い頭か。出会い頭スチルで受けるのもありか。いや、これ不意打ちか。いやー、ちょっと待ってよ。実数値見たとてだよな。この、
B170 で110でしょ。 HP もそう、あ、 HP そこまで差ないけど、いやこれ耐えないよな。ここで海洋が死なせるわけにはいかないし、降参はするつもりはないので、ここレジに引きます。まあ、これで愚足武者が後ろに下がろうが下がらまいが、もう腐った、ここ多分出会い頭じゃん。はい、オッケーで、ここ空いて、もう何をしても意味がないので、ここド忘れ積みます。不意打ち、アドー、相手はもうこっちを一発殴った時点で死が確定してるんだよね。だからん？高校技？吹き飛ばす？あー、挑発か。あ、高校技じゃないわ。今までがずっと先行技だったのか。で、雨も上がったんで、もう一回海洋が出てきて、暴れられる環境が整った。で、D を4段階上げて、不意打ち。これ一発耐えるかな？どうだろう。でもまあ相手もなんかそんなに耐久に振ってる風でもなかったから、多分 S 振ってると思うんだよな、このバトル X。 でもまあまあまあ、この HP なんで、この HP なんで、もうワンチャンスチルが決めちゃう説もある。てか相手挑発2枚持ちってすごいな。ショック、ショック耐えろ。はい、神、神の神耐久。おい、勝ち、ナイス急所。まあこれは別に急所だろうがなかろうが問題はなかったんで、まあ1戦目勝ちということで、ということで今回海洋ガとレジスチル使ってやっていこうと思います。あー、ハレパか、ハレパか、出しづらいな海洋ガが。多分そこで調整してるんだろうね。だったら逆にバンダサマヨールメタグロスのあたり使っていきましょうか。初手お前なんかできる。まあいいか、サマヨール、後ろマンダと、マンダを活躍させるために馬車で加速を積みたい気持ちもあるんだけど、ステロを多分ね巻かれるんで、うちのグロスちゃんはバレパンあったかしら。あるあるある。いやでもな、相手結構自信が多いんだよね。海洋がより、いや、スチルを信じてみるか。いや待てよ、海洋がでいきますか、ここは。いやでも待てよ、落ち着け、考えろ。馬車かな。ということで、リンさん対戦よろしくお願いします。こうたす、まあまあ貴様がやらんとせんことはわかるよ。オーガーに先出ししてやるぜ、マンジタイプだろ。トイクル、あ、待って、トリル張らなくてよかったかな。あ、やばいな、ちょ、適当こいたな今完璧に。ステロ巻かれる、はいはいはい、まあそれは別によくって、トリックルームからの呪い、お、これは？いやー、そう、ちょっとね D がやばいんだよね。残念だったな、お前は高校オーバーヒートでの脱出パックで安全に後ろに戻るつもりだったんだろうが、残念だったな。これが狙いだぜ。
不思議かな。まあ、結構耐久ポケモンを呪いで削れるのはアドなのでは。呪いダメって結構入るんだよね本当に。でまあこれ多分光合成ソーラービームでしょう。んで、トリックルームがあと3ターンなので、どうしよっかな。いやこれトリル張り直して退場もありか。おい、手の方が遅いんだ。危ねえ、それはマジで危ねえ。攻撃と特攻が上がる。トリックルーム張り直して、でこっちが上から動けるようになった。これってさ、バトンってありえる？なんか愚直に上げてくるから、もしかしてバトンって思ったりもするんだけど、ありえるのかな。鬼火打ちますか。あー動いてくるんだ。え、成長ってこう、え、同速？ん？わからん、わからんけど、まあ馬車の起点にさせてもらえますか。痛い、地味に痛い。んでここ相手がやってくんのは普通に攻撃だと思うから普通に守ろう。ここね、別に相手が攻撃してきたとて呪いダメで弾けるんで問題ないかな。日差しが元に戻る。呪いダメで落ちる。オッケー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 。さあこれでサマヨルが11交代してくれて、加速で1段階上がり。でも助けがないんだよね。何、うわ出たー、ウルトラターボマンだ。テラボル。ウルトラターボマンのタイプはドドン、ドラゴン氷。どうしよっかな。これブレイズキックで素直に殴るのがいいのか否か、わかんねー。とりあえずブレイズキック打っとくか。うわ勝って、リュウマイ。ほうほうほう、これなんか悠長にもう一枚とかしてきそうだけどな。してくるタイミングで後ろに下げたいけど、いやここだなタイミング。やつはもう一枚してくると読んだ。なんてだってブレイズキックをもう一発耐えるからね。だがそうはイカちゃん、スルメちゃん、うちの真ん中ダメ、黙ってねえぜ。え、マジで攻撃はやめてお願い。あーちっちん。いやでも A は等倍だから。おお神、神だえ、神台のマンダ。マンダが2段階で相手が1段階でしょ。これなんこのこれのやつ名前がわからんのよ。なんだっけな、なんかもう金の名前知らないんだよね。あーまあいいか。ここはメガネで縛るんだったらエアスラがいいかな。メガネでどうせ縛るんだったらエアスラッシュ。オッケー落ちる、いいね。メガネマンダ強いぜ強いぜ。まあ結局一回動けなきゃダメなんだようちの子は。だからねもうエアスラッシュオッケー当ててくれるのは偉い。半分入る。うん、ぐふんか。これはさすがに耐えません。でも、コータスってどっち側だ？そして、バシャーモに、打点があるのか？
コータスってバシャーモンに打点があるのか。いや、わからん。わからんけど、ここは炎の渦。B がめちゃめちゃ高いイメージあるから。OK、当てる。噴火。オッケー、これ分かったね。急所でこれでしょ、問題なし。これで炎の渦ダメージで落ちた。イエスね。このコータスとかで海洋が対策してるポケモンに違うポケモンを投げるとやっぱり結構刺さるんだよね。いるだけで強い海洋側。